生き物に関する面白い雑学。ピラニア？ピラニアは肉食魚として知られている。人間のような大型の動物が水に落ちるとすぐに襲いかかるというイメージがあるが、実際にはピラニアはあまり危険ではない。一般的には死んだ動物や血が水に流れ込むとピラニアが群れをなして餌を求めて寄ってくるが、人間を襲うことは稀である。ゴキブリ？ゴキブリは非常に頑強な昆虫で、放射線や核爆発などの放射能にも耐えられることが知られている。実際にチェルノブイリ原発事故後にはゴキブリが生き延びて繁殖している姿が観察された。ハチドリ？ハチドリは体長や翼腹が非常に小さい鳥であるが、非常に早く羽ばたくことができる。一般的なハチドリは秒間60から80回も羽ばたくことができ、最大時速60マイル約97キロメートル以上の速さで飛ぶことができる。カンガルー？カンガルーはオーストラリアの特徴的な動物である。カンガルーの特徴的な行動の一つは後ろ足で跳ねることである。カンガルーは跳ねながら進むことで地面を効率的に移動することができ、最高時速は時速40マイル約64キロメートル以上に達することもある。シャチ？シャチは世界で最も速く泳ぐ哺乳類である。シャチは時速30マイル約48キロメートル以上の速さで泳ぐことができ、しばしば水面からジャンプして身を踊らせる姿が見られる。アフリカゾウ？アフリカゾウは鼻が非常に長い動物である。驚くことにアフリカゾウの鼻の長さは約 2.5 メートルにも達する。この長い鼻を使って木の葉や果物を取ることができる。ペンギン？ペンギンは飛べない鳥として有名だが、代わりに優れた泳ぎ手である。最速のペンギンであるジェンツーペンギンは水中を時速約22マイル約35キロメートル以上の速さで泳ぐことができる。シロナガスクジラ？シロナガスクジラは生物の中で最も大きな心臓を持っている。成体のシロナガスクジラの心臓の重さは約450キログラムもある。これは小さな自動車程度の重さに相当する。コアラ？コアラはユーカリの葉を主食としているが、その葉は他の動物にとっては毒性がある。しかしコアラは特殊な消化システムを持っており、ユーカリの毒性を分解して無害化することができる。カメレオン？カメレオンは有名な色変わり能力を持っているが、感情によって色が変わるというのは一般的な誤解である。実際にはカメレオンは周囲の温度や光の強さに反応して色が変わることが知られている。また色を変えることでコミュニケーションを行ったり、縄張りの表示をしたりすることもある。ミツバチ？ハチミツを作るミツバチは花の蜜を集めるだけでなく花粉も収集する。ミツバチが花粉を集める際には
その体毛に静電気が発生し、花粉がくっつくように進化している。そしてミツバチは花粉を巣に持ち帰り、花粉が花の受粉にも重要な役割を果たしている。パンダ。パンダは普段は肉食動物の仲間に分類されているが、実は主食は竹である。特に中国のジャイアントパンダはほぼ 100% 竹だけを食べて生活している。カラス。カラスは非常に賢い鳥として知られているが、特にカレドニアガラスは工具を使って物事を解決する能力が非常に高いことで有名である。例えば木の枝を加工して昆虫を探るための道具を作るなど高度な行動を見せる。フラミンゴ。フラミンゴは灰色がピンク色をしていることで有名だが、実はこれは彼らが摂取するエビや甲殻類などの食べ物に含まれる色素の影響である。フラミンゴはこれらの色素を体内に取り込むことで美しいピンク色の羽毛を獲得している。カモメ。カモメは海に住む鳥としてよく知られているが、実は中には淡水に生息する種類もいる。カエル。カエルの舌は非常に特殊で、一瞬で餌を捕らえることができる。カエルの舌は粘着性を持っており、舌を伸ばして獲物を捕らえることができる。キリン。キリンは首の長さが最も長い陸上動物である。一般的な成長したキリンの首の長さは約2から 2.5 メートルに達することがある。長い首は高い木の葉を食べるために適応した進化の結果である。イルカ。イルカは人間と同じように社会的で知能が高い動物である。イルカは複雑なコミュニケーションを行い、道具を使ったり、さまざまなトリックを学んだりすることができる。裸デバネズミ。裸デバネズミは極めて耐久性があり、非常に過酷な環境でも生き延びることができる。彼らは酸素が非常に少ない高地の地域に生息しており、他のほとんどの哺乳類では生きられないような場所でも暮らすことができる。オウムガイ。オウムガイは非常に特殊な繁殖方法を持つ動物である。オウムガイのメスは卵を産む代わりに体内で卵を孵化させ生きた子供を産む。その後子供は母親の背中にくっつき、そこで成長し、やがて母親から離れて独立する。アルマジロ。アルマジロの名前の由来は武装した動物である。アルマジロの背中には硬い装甲があり、身を守るために丸々ることができる。この特性は彼らを天敵から守る効果的な戦略である。グッピー。グッピーとして知られる小型の熱帯魚は自家孵化という珍しい生殖方法を持っている。メスのグッピーは受精した卵を保持して、必要な時に自分自身で卵を孵化させることができる。ペリカン。ペリカンは水面に急降下して魚を捕食することで有名だが、
その喉には特殊な構造がある。ペリカンの喉袋は伸縮性があるため、水中で魚をキャッチする際に大量の水を吸い込み、次に口を閉じて水をこして魚だけを捕食する。キツネ？キツネは非常に頭が良く、さまざまなトリックを駆使して獲物を捕らえることができる。キツネはまた、人間の居住地にも頻繁に現れ、都市部で生活することができる動物の一つである。ハリネズミ。ハリネズミは、自己防衛のために自分の体に針のような毛を立てることができる。これにより、捕食者から身を守る。また、彼らは夜行性で、暗闇で活動することが一般的である。プラナリア。プラナリアは、非常に高い再生能力を持っている。プラナリアの一部が切断されると、それぞれが新しい個体として成長することができる。ミツバチ。ミツバチの一種には、生まれたばかりのミツバチに対して、お腹でお尻を叩く行動をする種類がいる。これは、新しい仲間が集団に適応し、社会的なつながりを築くための重要なコミュニケーション手段である。ヤギ。ヤギは非常に頑丈で崖などの傾斜地を登るのに適した足を持っている。ヤギの足は柔軟で、蹄の間にある膜によってより安定した足場を確保している。バッタ？バッタは長い距離を飛ぶことができる昆虫である。特にヨーロッパからアフリカまでの間に行われるバッタの大移動では何千キロもの移動を行うことがある。メダカ？メダカは宇宙空間での研究が行われた生物の一つである。宇宙船内での実験で、メダカの卵は通常よりも早く孵化し、その成長も加速されることが分かった。これは、重力の影響が生物の発育に影響を与える興味深い例である。チーター。チーターは、陸上動物の中で最速の動物である。短距離なら時速約 100km 以上の速さで走ることができる。しかし、長距離では持久力に欠けるため、短距離の追撃が得意である。グリズリーベア。グリズリーベアは、陸上動物の中で最も強力な噛みつきを持っている。一度の噛みつきで人間の頭部をも軽々と噛み砕くことができるほどの力を持っている。カッコウ。カッコウは巧妙な巣の仕掛けを持つ鳥として知られている。カッコウは他の鳥の巣に卵を産みつけ、自分の子を育てさせる。そして、格好の子は他の鳥の子たちを押し出して一人っ子にすることがある。カモノハシ。カモノハシは、見た目や特徴が非常にユニークな動物であるが、特に鼻は驚くべき能力を持っている。カモノハシの鼻には、指紋のような模様がある。カモノハシの鼻の表面には細かいシワと溝があり、個体ごとに異なる個別の模様が刻まれている。これらの模様はカモノハシ同士が個体を識別するのに役立つ。
クロモモンガ。フクロモモンガは非常に柔らかい骨を持つ動物である。これにより彼らは木々の間を自由に移動し、高いところからジャンプすることができる。タコ。タコは非常に知能が高く、多様な認知能力を持っている。例えば、脱出のために瓶の蓋をひねったり、隠れた餌を見つけたりすることができる。ハナアブ。ハナアブは透明な羽を持っており、素早く羽ばたくことで空中に対空する能力を持っている。羽には瞬間的な振動があり、素早いホバリング飛行が可能となっている。フラミンゴ。フラミンゴは水面に頭を下げて上下逆さまにして自らエビや甲殻類を捕食する。その特殊な姿勢はくちばしの形状と関連しており、効率的に餌を取るのに役立つ。アルマジロ。アルマジロは体を球状に丸めるだけでなく、水中でも潜水して酸素を節約することができる。アルマジロは鼻に水を閉じ込めて潜水し、長時間水中に滞在できるようになっている。ハンマーヘッドシャーク。ハンマーヘッドシャークは他のサメとは異なり、特殊な頭部の形状を持っている。彼らの頭の両側に突き出したハンマーは視覚と嗅覚を向上させ、獲物を見つけるのに役立っている。マンモス。マンモスは絶滅した動物であり、特に毛皮に覆われた長い牙が特徴的である。最後の氷河時代に存在し、一部の種類は約4000年前まで生き残っていたと考えられている。アオアシカツオドリ。アオアシカツオドリはその名前の通り、青くて目立つ足を持つ鳥である。特に求愛の際にオスは美しい青い足を誇示してメスを引きつける。オランウータン。オランウータンは地球上で最も近縁な親戚である人類と多くの特徴を共有している。彼らは道具を使用し、道具を使って巣を作ることが知られている。白イルカ。白イルカは白い外見と親しみやすい性格で人気のある動物であるが、実は歯には黒い色素が含まれている。ピューマ。ピューマ、クーガーまたはマウンテンライオンとも呼ばれるは、アメリカ大陸に広く分布している野生の猫科動物だが、一方で世界中で一番広い分布を持つ猫科動物でもある。アフリカゾウ。アフリカゾウは長い鼻と大きな耳が特徴的な動物であるが、実はその耳には素晴らしい冷却システムが備わっている。暑い気候での体温調節のため、耳の血管を拡張させて体内の熱を放出する。マントヒヒ。マントヒヒは臀部、お尻が真っ赤になることで知られている。これは彼らの性的成熟を示すサインであり、社会的地位を示すために用いられる。ワラビーやカンガルー。ワラビーやカンガルーの赤ちゃんは
非常に未熟な状態で生まれる。生後わずか1グラム程度の微小な赤ちゃんが生まれ、その後母親の袋の中に入り込んで成長を続ける。チンパンジー。チンパンジーは人間と非常に近い遺伝子を持つ動物の一つである。人間の遺伝子との類似性は約 98-99% とされており、知能や感情の面でも共通する特徴がある。足なしトカゲ。足なしトカゲは見た目がヘビに似ているが、名前の通りヘビではなくトカゲの一種である。一般的なトカゲとは異なり、足なしトカゲは四肢を持っていない。カワウソ。カワウソは水辺での生活に適応した興味深い動物である。彼らは毛が撥水性を持ち、特に水中で泳ぐ際には空気を体に閉じ込めることで浮力を得る。ウォンバット。ウォンバットは非常に頑丈なお尻を持つオーストラリア固有の哺乳類である。彼らは地中にトンネルを掘り、巣穴の中で安全に暮らすことができる。ジャイアントモア。ジャイアントモアは過去にニュージーランドに生息していた巨大な鳥である。彼らの体重は250キロを超えることもあり、絶滅した動物の中で最も大きい鳥の一つだった。ウミガメ。ウミガメは全世界の海洋に生息する海洋動物ですが、彼らが産卵地を特定する方法は未だに謎とされている。ウミガメが何千キロもの距離を泳いで産卵地に帰ってくることが観察されているが、そのメカニズムは解明されていない。アリクイ。アリクイは特殊な舌を持っている。非常に長い舌を伸ばして、巣の中のアリやシロアリを捕食することができる。東京トガリネズミ。東京トガリネズミは地球上で最も小さい哺乳類の一つである。彼らの生体の体重はわずか2グラムほどで、指先よりも小さいこともある。カワウソ。カワウソは特にアメリカや日本などの地域で貝を捕食する際に岩や硬い殻などを使って貝を割ることが知られている。カメレオン。カメレオンは独特の目を持っている。上下に動かすことができる独立した眼球を持ち、360度の視野を持つことができる。プレーリードッグ。プレーリードッグは非常に社会的でコミュニケーション豊かな動物である。彼らは様々な鳴き声を使って仲間とコミュニケーションをとり、危険を知らせたり餌場を教えたりしている。トビウオ。トビウオはその名前の通り飛ぶことができる魚の一種である。水面を泳ぐ際に胸びれを広げ、空気を収集して跳躍し、数十メートル飛ぶことができる。シロサイ。アフリカのセレンゲティ平原に生息するシロサイは、その角を持つゾウの家族としばしば共存する。ゾウはシロサイを親しみやすい友人として扱い、一緒に過ごすことがある。ウミヘビ。
海蛇は陸上のように泳ぐこともできる珍しい蛇の一種である。その体の形状と運動の特性により効率的に水中を進むことができる。狼。狼は長距離の移動が得意な動物として知られている。狼の群れは1日で数十キロを移動することがあり、広大な領域を活動的に生活している。カピバラ。カピバラは世界最大の齧歯目であり、水生哺乳類である。彼らは社会的な動物で、グループで生活することが好きで、一緒に泳いだり寝たりすることがよくある。おしどり。おしどりは鮮やかな色合いで有名な鳥だが、水辺の樹洞に巣を作る独特の産卵方法を持っている。ニワトリ。ニワトリは他の鳥に比べて非常に広い範囲の音を発することができる。彼らは様々な鳴き声を使って異なる状況を伝えたり、危険を知らせたりする。オオハシ。オオハシは南アメリカに生息する珍しい鳥で、特徴的な長く湾曲したくちばしを持っている。くちばしの長さは体長の約3分の1にも及び、主に果物を食べるために適応している。マメハチドリ。ハチドリは驚くべきハチドリの種類が存在するが、中でもマメハチドリは世界最小の鳥として知られている。体重わずか 1.6 から2グラムほどで、その小さな体には驚くべきエネルギーを秘めている。ロバ。ロバは非常に頑丈な動物として知られているが、彼らは驚くべき跳躍能力も持っている。ロバは4フィート、約 1.2 メートル以上もの高さを飛び越えることができることがある。ヤシガニ。ヤシガニは非常に長い足を持ち、特に前足が長大である。その足を使って巣穴を掘ったり、餌を捕まえたりするのに役立っている。エンペラーペンギン。エンペラーペンギンは寒冷な南極で生活するペンギンの一種であり、非常に優れた泳ぎ手として知られている。彼らは1回の潜水で最大約500メートル以上もの深さに潜ることができる。アホウドリ。アホウドリは繁殖期に非常に美しいプラムカラーのくちばしを持つ鳥で、パートナーに贈り物をする行動を行う。求愛のために貝殻や花をくちばしで運び、独特のダンスを披露することが知られている。カピバラ。カピバラは世界最大の齧歯目であり、特に南アメリカに生息している。彼らは友好的で社会的な動物で、他の動物と穏やかに共存することがある。アモントゲアリ。アモントゲアリは非常にユニークな共生関係を築いている。アモントゲアリはトゲのある植物の茂みの中に巣を作り、そのトゲを巣に入ることのできる唯一の生物である。その代わりに彼らは植物の蜜を与えることで植物を守っていると考えられている。
ゴリラ。ゴリラのオスは求愛するときに自分のクソをメスに投げつける。ホワイトタイガー。ホワイトタイガーは通常のオレンジ色のトラとは異なり、白い毛並みを持つ特別なトラの一種である。ホワイトタイガーハマレであり、遺伝的な突然変異によって生まれることがある。キツネ。キツネは非常に賢い動物で、都市部でも見かけることがある。都市に適応することで人間と近くの距離で共存できるようになった。ゴリラ。ゴリラは地球上で最も近縁な親戚である人類と多くの特徴を共有している。彼らは高い知能を持ち、工具を使用し、複雑な社会構造を持つことが知られている。カモメ。カモメは非常に遠くの場所を目指して遠距離飛行を行う鳥として知られている。特に北極や南極に生息する種類は数千キロメートルもの距離を飛ぶことがある。ウォンバット。ウォンバットは頑丈な体と鋭い爪を持ち、地中にトンネルを掘るのに適応したオーストラリア固有の哺乳類である。彼らは自身の巣穴を頼りにすることで危険から逃れることができる。ヘラクレスオオカブト。ヘラクレスオオカブトは世界最大のカブトムシで、特に南アメリカに生息している。その名前はローマ神話の英雄ヘラクレスに由来し、大きくて力強い姿を象徴している。オオサンショウウオ。オオサンショウウオは陸上の生活に適応した両生類であるが、一部の種類はそのまま一生を水中で過ごす。オオサンショウウオは陸と水の両方で生活できる特殊な能力を持っている。グレビーシマウマ。アフリカのサバンナに生息するグレビーシマウマは他のシマウマに比べて非常に大きく、長い距離を高速で移動することが得意である。また彼らの模様は個体によって微妙に異なるため、個々を識別することができる。アイリッシュウルフハウンド。アイリッシュウルフハウンドは世界最大の犬種で、古代からアイルランドの貴族に愛され、戦闘や狩猟に使われてきた。彼らは非常に優雅で優しい性格を持っている。アメリカバイソン。オクラホマ州に生息するアメリカバイソンは、北アメリカの平原で数百万獣が生息していた時代があった。彼らは草食動物で、非常に大きな群れを形成することが知られている。ハリネズミ。ハリネズミは背中に針のような毛を持っているが、これらの針は実際に毛でできている。ハリネズミは敵に襲われると体を丸め、その針を使って身を守ります。フルートアンモナイト。フルートアンモナイトは絶滅した軟体動物の一種で、化石としてよく見られる。その名前はアンモナイトの巻貝の外観が音楽のフルートに似ていることに由来している。カンムリワシ。カンムリワシは頭頂部に特徴的な冠羽を持つ鳥である。
この関羽は求愛行動や縄張りの表示に使われると考えられている。サメ。サメは地球の磁場を感知し、それを使って長距離の渡りを行うことが知られている。これにより彼らは迷わずに目的地に到着することができる。猿。猿は石を使ってナッツを割ることができるが、この行動は文化的に伝えられることがある。一部の研究者は猿がこの技術を親から学ぶ可能性があると考えている。アリクイ。アリクイは長い舌を使ってアリやシロアリを食べることで知られているが、実は一日に何千匹ものアリやシロアリを食べることがある。チャップマンシマウマ。アフリカのサバンナに生息するチャップマンシマウマは他のシマウマとは異なり、白と黒の模様の間に褐色の帯がある特徴的な模様を持っている。ツキノワグマ。ツキノワグマは日本に生息する小型のクマで、他のクマよりも樹上での生活に適応している。樹上で果物や昆虫を探すことが得意である。グラントシマウマ。グラントシマウマはアフリカのサバンナに生息するシマウマの一種で、その個体の模様はブラック&ホワイトストライプスという特徴的なものである。フェネック。フェネックは北アフリカに生息する小型のキツネで、非常に大きな耳と瞬間的に変化する顔の表情が特徴的である。ペンギン。ペンギンは求愛の際に石や貝殻をプレゼントしてパートナーに送る。特にオスのペンギンは独特なプロポーズの方法を使い、ロマンチックな一面を見せる。アホウドリ。アホウドリは美しい舞台を演じて、求愛のために特別なダンスを披露する。美しい色合いのくちばしを使って舞い踊り、パートナーを魅了する。サイ。サイは暑さ対策として泥風呂を楽しむことがある。泥を体に塗ることで体温を下げ、虫よけや日焼け対策にもなる。土栗。土栗は食べる際に硬い殻や岩を使って貝を割る。さらに水中で餌を食べる際には特殊な石を使って安定した食事を楽しんでいる。オウム。オウムは非常に優れた模倣能力を持ち、人間の声や他の動物の鳴き声を真似ることができる。YouTube で可愛らしいオウムの真似をする様子は人気のある動画の一つである。ペンギン。ペンギンは世界で唯一南極に生息している鳥で、飛ぶことができない代わりに優れた泳ぎ手として知られている。カンガルー。カンガルーの妊娠期間はわずか30日で、赤ちゃんは母親の袋の中で成長する。アフリカゾウ。アフリカゾウの耳の形はアフリカ大陸の地図のように見えることから、地図ゾウと呼ばれることもある。
鳥？ダチョウは現存する鳥類の中で最速であり、時速70キロ以上で走ることができる。キリン？キリンは長い首を使って高い木の葉を食べることができる唯一の動物である。クラゲ？クラゲは脳や心臓を持たず、全身を使って海流によって浮遊する。シャチ？シャチは水中で高速で泳ぐことができ、時速60キロ以上の速さで獲物を追いかける。マンタエイ？マンタエイは世界最大のエイであり、翼を広げると最大約9メートルにもなる。ウサギ？ウサギは飛行機で空港を離陸する際の G フォースに耐えることができる唯一の動物である。ホワイトタイガー？ホワイトタイガーは通常のオレンジ色のトラよりも希少で、白い毛並みを持つ特別なトラの一種である。ヤモリ？ヤモリは自らの尾を切り離すことができ、逃げる際に捕食者を欺くことがある。ハチドリ？ハチドリは日本語でハチドリとも呼ばれ、羽の数が他の鳥類よりも多い。グッピー？グッピーは水中で美しいプラムカラーのオスと暗い色のメスとのコントラストが魅力的である。フクロウ？フクロウは首の柔軟性が非常に高く、顔を180度回転させることができる。これは獲物を見つけたり周囲の状況を確認する際に役立つ。フクロウのユニークな首の動きはユーモラスな映像として人気がある。ラッコ？ラッコは氷や海藻を枕にして仰向けに寝ることがある。その姿は非常に可愛らしく、寝息を立てる様子が人気である。カモノハシ？カモノハシは前歯が長く前に突き出ており、その形状から象の歯とも呼ばれる。これは主に木の皮を剥ぐために使われる。キツネザル？マダガスカルのキツネザルは非常に長くてしなやかな舌を持っている。この舌は花の蜜を取るのに役立っている。ツノガエル？ツノガエルは名前の通り頭部に角のような突起を持っているが、これは実際には骨や角質ではなく皮膚によるものである。この角は相手との縄張り争いや求愛に使われる。フクロウ？フクロウは非常に静かに狩りを行う。翼の羽毛には細かいフリンジがあり、空気の流れを静かにすることで獲物に気づかれることなく接近することができる。クモ？クモの糸は非常に強く、鋼鉄よりも強度がある。一部のクモの糸は同じ太さの鋼線の約5倍もの重さを支えることができる。オクトパス？
オクトパスは非常に柔軟で、小さな隙間からも抜け出すことができる。水槽に閉じ込められているオクトパスは、蓋を外したり、蓋を開けたりして脱走を試みることがある。イルカ？イルカは知能が非常に高く、抽象的な思考や自己認識、ツールの使用、複雑なコミュニケーション能力などを持っている。彼らは自分の名前を理解し、個々の個体識別ができることが知られている。カモノハシ。カモノハシは陸上での移動が苦手だが、優れた泳ぎ手である。水中で優雅に泳ぎ、特に水生植物を食べるのが得意である。ミツバチ。ミツバチは他の巣に花の場所を教えるためにダンスを踊る。彼らの踊りは距離と方向を伝え、非常に効率的なコミュニケーション手段である。マレーバク。マレーバクは非常に警戒心が強く、敵が近づくと驚くほど高い音を立てて警告する。ゾウ。ゾウは感情豊かな動物で、喜びや悲しみを感じると涙を流すことがある。アフリカツメガエル。アフリカツメガエルは卵を産み、オスが卵の周りに座って保護し、孵化した後もオスが子供を背中に乗せて保護する。ヤドカリ。ヤドカリは自らの体を保護するために貝殻に住む動物であるが、成長に伴って貝殻を取り替える必要がある。新しい貝殻を見つけるためにしばしばヤドカリ同士が交換し合う様子が観察されることがある。サボテンカエル。サボテンカエルは体表に独特な模様を持つカエルで、名前はサボテンに似た突起が体の周りにあることから由来している。独特な外見が興味深い動物である。クジャク。クジャクはオスの美しいお歯を広げて求愛を行う。その豪華な羽飾りは非常に見事であり、人気を博している。バッタ。バッタは体の比率からして非常に高いジャンプ力を持っている。体長の約20倍にもなる跳躍を行うことができ、高さや動作にかかわらず驚異的なジャンプを見せる。メダカ。メダカは他の多くの魚とは異なり、複数の脳を持っている。主要な脳が頭部にあるのに加えて、尾びれにも小さな脳が存在する。これにより機敏な泳ぎや瞬時の反応が可能となっている。タスマニアデビル。タスマニアデビルは噛みつく力が非常に強力である。その噛みつきは同じ体重の他の動物よりも4倍もの強さを持っており、骨まで噛み砕くことができる。シロサイ。シロサイは体が非常に大きくて重いため、長い時間立ち上がっていることが難しい。そこで仰向けに寝たり、腹巻きのように土の山に体を寄せることで体を支える仕組みを持っている。カピバラ。カピバラは
非常に社交的で親しみやすい動物として知られている。同じ種類の他の動物とも仲良くすることがあり、観光地などでは人間とも接近することができる。ゴリラ。ゴリラは様々な身振りや表情を使ってコミュニケーションをとる。また彼らは低い声で歌ったり、ドラムのように胸を叩いたりすることで仲間とのコミュニケーションを行う。カメレオン。マダガスカル島に生息するカメレオンは世界中で最も多様な形状とサイズを持っている。特に三つ指カメレオンは体が極端に小さいことで有名である。ヤク。ヤクは厳しい高山の環境に適応している。彼らは酸素が薄く寒い高地で生活し、高い場所で草や植物を食べることができるよう特化している。ツキノワグマ。ツキノワグマは冬の間に体温を下げることで冬眠する。この冬眠中はほとんど食べずに体内脂肪をエネルギーとして利用し、春になってから活動を再開する。ニシキヘビ。ニシキヘビは美しい鱗の模様を持っており、それが美術品のように美しいとされることがある。そのためペットとして人気のある爬虫類の一つである。ハリネズミ。ハリネズミは昆虫や小さな動物を食べる肉食動物であるが、時には植物の果物やキノコも食べることがある。彼らは食性が広いため、自分の好みに合った食事を選ぶことができる。グソクムシ。グソクムシは非常に小さな生物で、体長がわずか 0.5 ミリメートル程度しかない。それにもかかわらず、この微小な生物は水面張力を利用して水を歩くことができる。イルカ。イルカは意識の状態に応じて片目だけを閉じて睡眠をとることができる。これにより休息しながら周囲の状況を監視することができるのである。パンダ。パンダの赤ちゃんは非常に可愛らしく人気があるが、成長すると比較的独立心が強くなる。成熟したパンダは他のパンダとの社会的な接触を避けることがある。ロバ。ロバは非常に優れた記憶力を持っている。彼らは知らない場所や道を一度通るだけで、その後も覚えていて同じ場所を再び通り抜けることができる。エミュー。エミューは体が大きくて重いにもかかわらず、時速約 50km 以上の速さで走ることができる。彼らは長距離を高速で移動することができ、驚異的な運動能力を持っている。ピンクイルカ。ピンクイルカは他のイルカとは異なり、淡いピンク色の皮膚をしている。これは彼らの血管系統が皮膚の近くに位置しているためで、特に感情の変化によって色が濃くなったり薄くなったりする。カルガモ。カルガモのヒナはかなりの高さから地面に落ちても無傷で生き延びることができる。
彼らは母親が巣を飛び出すときに巣から飛び降り、柔らかい体の羽でクッションのように地面を着地する。